タケミチ君。ん？絵があるよ。お。うん。なんて書いたの？ひな、ほら、人に見せたら叶わなくなるって言うじゃん。なになに？見せろよタケミチ。ダメダメ。いいじゃんかよ、見せろって。ダメですってば。Look, Takemichi. They've got Emma. Oh, cool. Gonna tell me what you wrote? Well, no, I can't. Because they say your wish won't come true if you tell anybody. Hey, what'd you write? Stop asking me! Show us, come on. Let's see it. Just quit asking me, no! Look, Takemichi. They've got Emma. Oh, cool. Gonna tell me what you wrote? Well, no, I can't. Because they say your wish won't come true if you tell anybody. Hey, what'd you write? Stop asking me! Show us, come on. Let's see it. Just quit asking me, no! Look, Takemichi. They've got Emma. Oh, cool. Gonna tell me what you wrote? Well, no, I can't. Because they say your wish won't come true if you tell anybody. Hey, what'd you write? Stop asking me! Show us, come on. Let's see it. Just quit asking me, no! Look, Takemichi. Look, Takemichi. Look, Takemichi. Look は顔を向けてみるイメージの動詞。主語がないので命令文。ね、見て、タケミチくんというような感じになりますね。Look, Takemichi. They've got Emma. 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 これは直訳だと、彼らはエマを持っているという意味になります。見ていきますね。They've got. They have got の短縮形です。They は彼らは彼らがという意味ですが、人だけではなくて物とか場所とかを指す時もあって、日本語で厳密に訳さなくてもいいシチュエーションが結構多いです。 Have got、 この言い方は私は学校では習わなかったんですが、これは口語的会話でよく用いられる言い方で、何々を持っているの Have と同じ意味で使うことができます。ほんの少しニュアンスの違いがあるんですが、 Have の状態をゲットと考えて、ハブと同じ感覚で使えます。アメリカの友達に聞いたら、話すときに I have とか They have というよりも I've got、 They've got の方が言いやすいんだよねと言ってました。なのでエマを持っている、あるよと言えるんですね。 They've got Emma. Oh cool. Oh cool. Oh cool. わあかっこいい、いいねっていう感じの意味なんですが、 Oh というのは驚きを表して嬉しい時も逆の時も使うことができます。 Cool は涼しいとか冷たいという意味の形容詞ですが、ここではかっこいいとかすごいっていう感じですね。Oh, cool! Gonna tell me what you wrote? 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 これは、あなたが何て書いたか私に教えてくれますか？という意味なんですが、文法的には間接疑問文といって、直接なんて書いたのって聞くんじゃなくて、なんて書いたか教えてくれるっていう感じで、こうワンクッションある丁寧な印象があります。ひなちゃんにぴったりの表現だなって思います。 Can you tell me、 私に教えてくれますか。 Can というのはできるという意味で、 You、 あなた、 Tell は相手に伝える、話す、まとめた内容を伝えるっていう感じのイメージがある動詞で、他動詞といって後ろに目的語を置きます。今回 tell me がありますから、 me、 私に伝えて、教えて、話してっていう感じですね。今回教えてで言ってみますね。何を教えてかというと、後ろの what 以下の主語動詞と続く文に注目します。 what は何を尋ねますよね。 you、 あなたは、あなたが wrote、この wrote というのは書くという意味の動詞 write の過去形になります。活用は write, wrote, written、 write, wrote, written で、不規則な変化をする動詞です。私は間違って writed と言ってしまったことがありましたが、それでも通じました。でもよかったらこのひなちゃんのセリフで覚えてしまいましょう。まとめると、私に教えることができますか、
何をあなたが書いたかとなるんですね。 Can you tell me what you wrote? Well, no, I can't. 言えないっていう感じの意味なんですが、 well というのはうーんとかっていう感じで次に言うことを考えるときによく使います。 no は否定ですね。いいえ、 I 私は can't は cannot の短縮、 can の否定なのでできません、できない、教えない、言えないっていう意味で入れますね。 Well, no, I can't. Because they say your wish won't come true if you tell anybody. Because they say your wish won't come true if you tell anybody. Because they say your wish won't come true if you tell anybody. Because they say your wish won't come true if you tell anybody. これはなぜなら誰かに話すと願いが叶わないっていうからっていう感じのセリフなんですが、 because はなぜなら、この原因とか理由を話します。 they say、 they がまた出てきましたね。彼らという意味ですが、ここでは人々とか何者かっていう感じで、こう一般論とか世間ではという感じで使われています。say っていうのは言うという意味の動詞で、つまり彼らが言う、世間ではそう言うみたいな感じで使われてますね。 your wish はあなたの望み、あなたの願いという意味なんですが、 your というのは所有格といって、あなたのと言えます。 wish は望み、願い。 won't come true、 won't は will not の短縮形で、何々しないだろう、これからのことを否定しています。 come true は現実になる、実現するという意味なので、まとめると、あなたの願いは叶わないだろう、そして if you tell anybody で条件を述べているんですが、 if はもし、 you tell anybody、 あなたが言う、 tell はまた出てきましたね、伝える、話す、教える、で、あなたが伝える、今回は tell me ではなく tell anybody となっていますね。後ろに目的語を置いています。 anybody はここでは誰かという意味なので、あなたが誰かに話すと、あなたが誰かに伝えると、教えるとっていう風になります。誰かに話してしまうと願いが叶わなくなるって、一般的には世間ではそう言われるから教えれないよっていう感じなんですね。 Because they say your wish won't come true if you tell anybody. Hey, what'd you write?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  これは何をあなたは書きましたかという意味の疑問文なんですが、 What did? What did? What did? の短縮です。 What は何を尋ねる疑問詞、Did は一般動詞の過去の疑問文で使います。一般動詞というのは am, is, are のような be 動詞以外の動詞のことを言います。 you はあなたですね。 write は書くという意味の動詞。今回疑問文で did で時が過去のことだっていうのを指しているので、書くという意味の動詞は過去形ではなく現在形で使われています。もしもこの疑問文が難しく感じるときは、まずは You write 何々、あなたは何々を書く、これを過去形にすると You wrote 何々で、あなたは何かを書いたと言いますね。これを疑問文にするときは一般動詞の疑問文なので Do の力を借りて、その Do を前に出すんですが、過去なので Did を使います。Did で時が過去だと示したので、動詞は元の形 wrote ではなく write に戻します。 Did you write? Did you write? 何々、そしてクエスチョンマークをつけます。今回のようにこの何々のところを聞きたい時には、何を尋ねる疑問詞 what を一番前に置くというルールがありますので、 What did you write?そして何々の部分は what になったので、そのままクエスチョンマークをつけて what did you write? what did you write? になります。英語は会話ではできるだけ短く滑らかに読みたがる傾向がある言語なので、 what と did がくっついて、さらに you もくっつけるような音になって what you what you っていう感じになってますね。私たちが使うときには what did you とか what did youで問題ありません。聞き取る時もこの what と write が聞き取れれば、何を書いたのか聞いてるなっていう感じがわかりますよね。 Hey, what'd you write? Stop asking me!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  Stop asking me は直訳で、私に質問するのをやめて、尋ねるのをやめてという意味です。 Stop はストップする、やめるという意味の動詞、主語がなくて動詞から始まってますね。命令文でやめてっていう感じ、何をやめてほしいのかというのを後ろに続けます。 Asking
は尋ねる、頼むというような動詞 ask に ing がついた形です。この使い方は動名詞といって、何々することと言えます。 ask することをやめてという意味ですよね。 ask は後ろに目的語を置きます。 me とあります。私に尋ねることをストップして、私に尋ねることをストップしてやめてという意味になります。何々することという言い方は to プラス動詞で to 不定詞っていう使い方もあります。今回のように ing をつけて動名詞っていう使い方もあります。どちらを使っても問題ない場合と意味が変わる場合があります。 forget 忘れる、 remember 覚えてる、 regret 後悔する、 try トライする、挑戦する、 stop やめるなどがその例で、今回 stop ですね。 stop の後ろに ing の動名詞が来る形の時は、もうすでにしていることをやめる、やっていることをストップするイメージです。 to 不定詞の方は to が入ってますから矢印のイメージ。 to はこれからのこと、未来に向いていると意識するようにします。 Stop asking me! Show us, come on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 ! 私たちに見せてという意味のセリフですね。 show は誰々に見せる、何々を示すというような意味の動詞で、主語がないので今回も見せて、見せなさいっていう感じです。ショーは後ろに目的語を置きます。アスとありますね。アスは私たちになので、私たちに見せて、見せなさいとなります。カモンはこっちに来てという意味だけでなく、ねえちょっととかほらのような使い方もします。言い方とか表情が大事ですね。カモンって言われたら怒られたりがっかりされたっていう感じがします。 Show us, come on! Let's see it! 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 それを見てみましょうという表現です。 Let's というのは Let us の短縮で、一緒に何かをしようと提案する表現です。 She は見るという意味の動詞、 look と違ってこう自然に視界に入ってきて、それを頭で理解するっていう感じで覚えておくといいです。 it は竹道のエマのことですね。 let's は日本人にも馴染みがありますが、一緒にという意味の together をつけなくても、すでに私たちと一緒にという意味があるので使うときは気をつけます。誰かを行かせようとして、ほら let's go とか let's study みたいに、勉強してよみたいに言ってしまうと、あ、一緒にするんだって思われてしまいます。このシーンのようにみんなで見ようぜっていう気持ちが込められている場合は Let's 使いますね。こんな風にアニメのシーンで覚えておくっていうのがいいなって思ってます。楽しいし印象に残りますよね。 Let's see it! Just quit asking me no! 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 これは直訳だと、ただとにかく私に尋ねるのをやめてっていう感じになりますが、見ていきますね。 just はただとか、だけ、ちょうど、とにかくというような意味で使います。特にぴったりくる日本語が見つからない時もありますが、今回はとにかくっていう感じにしますね。 quit はやめるという意味の動詞、今回も主語がない、友達同士の会話ならではって感じですね。やめてと言えます。 asking がまた出てきましたね。尋ねるとか頼むという意味の他動詞の ask に ing がついて動名詞になったものです。尋ねることですね。me とありますから、私に尋ねることを quit してやめてとなります。なのでとにかく聞かないで、尋ねるのをやめてという意味になりますね。さらに no と言って否定の意味でダメっていう感じが加えられています。 Just quit asking me no! はい、お正月の楽しいシーンでしたね。同じ単語も繰り返されてすごく勉強になりました。今日も10回音読して覚えてしまいましょう。いきますね、どうぞ。Look, Takemichi. They've got Emma. Oh, cool. Gonna tell me what you wrote? Well, no, I can't. Because they say your wish won't come true if you tell anybody. Hey, what'd you write? Stop asking me! Show us, come on. Let's see it. Just quit asking me, no! Look, Takemichi. They've got Emma. Oh, cool. Gonna tell me what you wrote? Well, no, I can't. Because they say your wish won't come true if you tell anybody. Hey, what'd you write? Stop asking me! Show us, come on! Let's see it! Just quit asking me, no! Look, Takemichi! They've got Emma! Oh, cool! Gonna tell me what you wrote? Well, no, I can't. Because they say your wish won't come true if you tell anybody. Hey, what'd you write?Stop asking me! Show us, come on! Let's see it! Just quit asking me, no! Look, Takemichi!
They've got Emma. Oh, cool. Gonna tell me what you wrote? Well, no, I can't. Because they say your wish won't come true if you tell anybody. Hey, what'd you write? Stop asking me! Show us, come on. Let's see it. Just quit asking me, no! Look, Takemichi. They've got Emma. Oh, cool. Gonna tell me what you wrote? Well, no, I can't. Because they say your wish won't come true if you tell anybody. Hey, what'd you write? Stop asking me! Show us, come on. Let's see it. Just quit asking me, no! Look, Takemichi. They've got Emma. Oh, cool. Gonna tell me what you wrote? Well, no, I can't. Because they say your wish won't come true if you tell anybody. Hey, what'd you write? Stop asking me! Show us, come on. Let's see it. Just quit asking me, no! Look, Takemichi. They've got Emma. Oh, cool. Gonna tell me what you wrote? Well, no, I can't. Because they say your wish won't come true if you tell anybody. Hey, what'd you write? Stop asking me! Show us, come on. Let's see it. Just quit asking me, no! Look, Takemichi. They've got Emma. Oh, cool. Gonna tell me what you wrote? Well, no, I can't. Because they say your wish won't come true if you tell anybody. Hey, what'd you write? Stop asking me! Show us, come on. Let's see it. Just quit asking me, no! Look, Takemichi. They've got Emma. Oh, cool. Gonna tell me what you wrote? Well, no, I can't. Because they say your wish won't come true if you tell anybody. Hey, what'd you write? Stop asking me! Show us, come on. Let's see it. Just quit asking me, no! Look, Takemichi. They've got Emma. Oh, cool. Gonna tell me what you wrote? Well, no, I can't. Because they say your wish won't come true if you tell anybody. Hey, what'd you write? Stop asking me! Show us, come on. Let's see it. Just quit asking me, no!